日本、中東など他国に頼ることでしか石油を得られないエネルギー弱国である。そんな国を救うべく、一人の技術者、一つの会社が立ち上がった。人工石油が開発されたらどうなるのか。ここは再生可能エネルギーによる発電やバイオマス燃料の製造を行う会社だ。ああ、どうもペンギン社長。この前のバイオマス発電所建設計画ありがとうございました。いえ、こちらこそ。再生可能エネルギーによる研究はとても意義があることで喜ばしいです。脱炭素が叫ばれる時代ですからね。ただやはり環境に配慮すると厳しいですね。最近は石油が高くて普通の火力発電もコストがかかりますし、どうしたものか。日本がエネルギー弱国である事実はもう何十年も変わっていない。日本の未来のために何かを考えないと。人工石油。はあ、人工的に石油を生産する？ああ、日本のエネルギー自給率はたった 11.8%。 これは先進国の中でも極めて低く、エネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている。日本で人工的に石油を作る技術を発明できれば、エネルギー自給率は格段に上がる。いや、それ絶対無理でしょ。昔人造石油が失敗したの知らないの？戦前、人造石油を作る一大プロジェクトは15兆4000億円ものコストをかけたが、実用化に至らず頓挫した。だが何とかしないと日本は立ち行かなくなる。産油国の中東やアメリカ、ロシアは情勢が不安定だし。でも夢物語なのは分かってる。でも何かに挑戦しなければ進歩は生まれない。分かったよ。何事もやってみないとね。いや、これめっちゃ合成燃料に着目したのはいいと思うんだが、合成燃料とは二酸化炭素と水素を合成して作られる燃料のことだ。ガソリンとか軽油に生成できたけど、コスト含めると1リットル700円ぐらいになっちゃうよこれ。まあ水を電気分解して水素を集めるコストがどうしてもな。まあでも研究を続けてればそこのコストも小さくしていけるんじゃない？そうだな。ってしまった、交流会の時間だ。すまん、ちょっと出てくる。いてら。合成燃料の研究を続ければ、いずれ実用に耐える石油ができるはずだ。ああ、はじめまして、某研究所のシャシと申します。だが他の会社や国が失敗しているものを本当に作れるのか。うちの研究所は光触媒の研究をしていて、他の会社とは違うアプローチに挑戦してみても。簡単に言うと、光触媒で水を酸素と水素に分離する技術を研究してて。え？あ、はい。光だけで水素を生み出せるのか。あ、はい、それの実用化を研究してて。見つけた、これだ。ぜひうちと取引しよう。そうしてペンギンの会社はシャシの会社と人工石油の共同開発を始めるのだった。新しい燃料。数年後。ついについに試作機が完成ですね。なあ、人工石油製造装置だ。まったく、ペンギンが従来のアプローチとは違うことがしたいとか言うから大変だったよ。でもそのおかげでペンギンさんやパンダさんと一緒に仕事するきっかけになりましたし、いいじゃないですか。よし、早速装置を動かしてみよう。炭酸ガスを混ぜた水に特殊な光触媒を当てます。で、水と二酸化炭素の化学反応を促進して、一酸化炭素と水素と酸素に変化させ、ラジカル水を生成する。このラジカル水に石油を混ぜると、水素と一酸化炭素が結合と分裂して水と炭化水素が生まれるんだよな。炭化水素は石油と同じ物質ですからね。追加で石油が生成される仕組みですね。ま、わかりやすく言えば、不思議な水に石油ぶち込むと、それを原料に石油をちょっと増やせるってことだよね。今はまだ灯油や軽油しか作れませんけど、進めていけばガソリンも作れるようになるはずです。これのコストは1リットル10円だね。マジかよ。通常のガソリンは1リットル83円。これにさらにガソリン税、石油石炭税、温暖化対策税、消費税がかかり、最終的に小売価格は約150円になる。10分の1以下の値段でガソリンが手に入るようになるかもしれないんですね。材料は二酸化炭素と水だから、そこら辺にいっぱいあるしね。これは絶対に日本の歴史を変えますよ。よし、さらなる研究のために発表を行って、協力してくれる自治体や銀行を探そう。石油という利益。そうして俺たちは研究結果を発表した。
水と大気中の CO2 などから人工石油を生成したという発表は世の中の注目を集め、エネルギー弱国から抜け出せるかもしれない兆しに世間の反響は大きかった。しかし、は？融資を打ち切る？残念ながらこれ以上は。なんでだ。人工石油の生成が実用化すれば日本は。申し訳ありませんが、お引き取りください。他にも大口の取引先からの一方的な取引中止などに見舞われ、少しずつ俺たちの会社は傾いていった。なんでこんな悪いことが重なるんだ。せっかく実験に成功したのに。ねえ、これもしかして実験に成功したからじゃないの？どういうことですか？この技術が実用化して、より簡単にガソリンやジェット燃料とか生成できたら、日本の石油の輸入量は減るはずじゃん。まあそれが目的ですし。そうなったら産油国と採掘国の売り上げが減る。だから圧力がかかってるんじゃないの？確かに石油の輸入会社とかも困っちゃいますよね。ここまで来て引き下がれるか。どうするんですか？政府だろうと外国だろうと戦うだけだ。ただし圧力の掛け合いじゃない。代表取締役として、そして営業として戦ってやる。人工石油装置を広めたいと言われてもね。外国との関係や税収に懸念があるのはわかります。でもこの技術は必ず日本の未来に、いや子供たちの未来のためになります。なのでどうか。ならあと5年、5年でなんとか産油国と摩擦が生まれないようにします。ならその間は発表を控えます。ただこの技術は国内の圧力からも守ってほしい。というと？弊社の技術に興味のある自治体がありましたら支援を。我々のような石油輸入会社はどうしてもこういった技術は。我々は石油輸入業界を壊そうとは思っていません。なるほど。最終的には人工石油製造装置はリースのような形で貸し出しを考えています。つまり誰でも石油が作れる状態を、影響を受けると思われる企業と敵ではなく仲間としてウィンウィンの関係を目指した。くそ、もう3時か。明日は朝から打ち合わせがあるってのに。ああペンギン、お疲れ。お前たちも疲れてるな。なんか最近つけられててさ。普通に記者なのか、ライバル企業なのか、それとも石油が売れないと困る人たちなのか。情報や研究成果を盗もうとしてるんじゃないかっていつも警戒して歩いてるよ。それでも俺たちは仕事を続けた。全ては自分たちが目指した未来のために。数年後。パパ、何してるの？ガソリンを作ってるんだよ。ガソリン？車の燃料さ。昔はお家では作れなくてね、ガソリンスタンドっていうところに行って買ってたんだけど、あの頃は随分ガソリンも高かったけど、こうして安く家で作れるようになって、懐かしいな。時代も変わったな。ふぅ、なーに感慨深そうに眺めてんのさ。あれを普及させるためにいろいろやったなとつい思い出してしまってな。物思いにふけるのは早いですよ。まだまだいろんな課題もありますし。手厳しいな。だがそうだな、きっとこれからもいろんな困難が襲うだろう。それでも俺たちは今までと同じように諦めない。ただ自分たちのできることをやって時代を前に進めていこう。2023年、大阪で人工石油の実験が成功した。このお話は、もしかしたら訪れるかもしれない未来の話だ。日本の未来は明るいのかもしれない。おいら、来週から新入社員が来るぞ。そんな自ら地獄へと向かう死に急ぎ野郎がいるのか。某企画に入社するとか明らかに財務じゃん。そんなな、自ら死に向かうなんて勇者なんですか。違い、 Z 世代がブラック企業に入社するとどうなるのか。お前ら新入社員を何だと思ってんの。上司おい上司。悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか。クソゲーじゃない、ソリティアは組札とバーターの関係、次の山札を読む。かやり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では。いやどうした。何これ。ソリティアだぞ。いやソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか。はあ、言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか。みんなダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。
書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。嫌だ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹具のパンダか。